皆さんこんにちは。僕はですね、今石川県金沢駅に来ております。ただいまの時刻午後9時30分ということで、今からね東京の方に向かおうと思います。もうこの時間帯から東京方面に行く北陸新幹線輝き号だったり博多号の運転というのはすでに終了しています。で、まあ、大阪方面だったりね、名古屋方面に行く特急列車の運転も終了しているということで、今からですね、東京方面に向かうとなれば、夜行バスをね、使っていくことになります。で、今回利用するのが、北日本バスと、あと東急バスが共同運行で運行している、この金沢と東京都を結ぶ、木増し号と呼ばれるね、高速バス。こちらを使いまして、今回東京の方まで向かいます。で、今回目的地は東京駅ではなくて、浅草の方でね、下車することになっています。まあ、もちろんこの木増し号なんですけども、東京駅とかにも行ってくれるんで、まあ、東京都内で、降車地というのはいろいろ変わってくると思うんですが、今回僕は浅草に今から向かいます。で、金沢駅を21時50分に出発して、富山とかを、ね、経由しながら東京を目指すといったような感じで運行されます。で、今日当日予約したんですけども、3列タイプです。木増し号に関しては3列タイプで片道5500円ということで、まあ、結構安いですよね。まあ、新幹線使うと自由席でも1万3000円とかかかってくるんで、まあ、それの半額以下の料金で夜行バスの3列タイプで移動することができます。ちなみにね、4列バスとかもあるんだけども、4列バスとかでもだいたい4000円とか、まあ、それぐらいだったんですよね。まあ、1000円から1500円ぐらいしか変わらないんだったらね、まあ、3列でいいかなということで、今回3列タイプのバスを予約いたしました。で、個人的にね、夜行バス乗るときとか、夜行列車乗る前ってシャワー浴びたいですよね。で、金沢駅の目の前にあるアパホテルなんですけども、こちらアパスパやっていまして、日帰り入浴することができます。夜11時ぐらいまで受付しているのかな。で、1人1000円でね、日帰り入浴3時間利用することができます。レストルーム、まあ、簡易的な、なんていうの、その休憩場とかもね、使えたりすることもできるんですけども、まあ、1000円でね、タオルもついているので、非常におすすめ。アパホテルの大浴場をね、使うといったような感じになるんですけども、予約とかね、特にする必要はありません。で、ここのアパに関しては、大浴場、露天風呂もしっかりあるし、サウナもね、しっかり完備しているような、かなり大きな大浴場備えてるんで、普通におすすめです。1000円は結構安いんじゃないかな。で、今ね、一風呂浴びてきたところです。まあ、お風呂も入ったんでね、さっぱりしたような状態で夜行バスに乗れるということで、これは楽しみです。JR 北陸本線の在来線の改札前に来ております。大阪方面に行くサンダーバードだったり、名古屋方面に行く特急しらさぎの運転はすでに終了。まあ、あとは残ってるのは北陸本線完結の列車ですね。敦賀行きの特急おやすみエクスプレスだったり、福井行きの特急ダイナスターになります。まあ、これらの列車に関しても、2024年春の北陸新幹線敦賀延伸に伴いね、このレアの列車に関しては運転終了するということで、まあ、今のうちに見ておいた方がいい光景ですね。はい、もういよいよです。敦賀延伸、北陸新幹線に関しては白鷹号の運転はまだありますが、長野行きになりますね。まあ、長野から先に行くことはできません。もちろんね、今から夜行バスを使うわけですけども、明日朝一の輝き号とかを使うよりも、今から夜行バスを使ってね、東京を目指した方が早く着くことができます。朝一発目の輝き号とか使うと、多分8時半ぐらいにね、東京駅到着できると思うんですよね。あちら奥に見えるのが金沢駅名物の鼓門になります。まあ、金沢駅周辺に高速バスターミナルっていうのはいろいろあるんですけども、こちら鼓門側の方に出てきてもらって、で、横断歩道を渡ってください。で、この目の前にですね、ガーデンホテルっていうのがあるんですけども、それの反対側の場所からね、バスは出発します。ちょっと分かりにくいですけどもね、はい、こちらから出るんで間違えないようにしてください。今回利用するのがこちら金沢東京の木増し号。当停留所発車時刻は21時50分と出ています。東北急行バスと北日本観光バスの共同運行便で、まあ、下にね、時刻とかもいろいろ出ているんですけども、まあ、こんな感じで左になりますね。車庫を出発して金沢駅で高岡バスターミナル、富山駅を経由して東京を目指します。東京駅、上野駅、浅草駅で東京営業所って感じですね。今こちらにいる方たちは全員木増し号の乗客だと思います。ちょっと雨降ってきたんで早くバス来てほしいですね。で、今回ね、発車往来ネットというサイトから予約してるんですけども、当日空席があれば予約してなくてもね、乗ることができるみたいな、まあ、ちょっと漠然みたいなところがあるんで、まあ、一応概要欄に予約サイト貼っておきますから、そちらからね、予約することをお勧めしておきます。5500円です、片道。今が21時40分なんで、もうそろそろね、バス来てくれると思います。お、今10分前ぐらいなんですけども、来た、あのバスかな、木増し号。木増しってね、意味調べたんですけども、石川県の方言でおいでっていう意味だそうです。主に女性がね、使うみたいですよ。まあ、花嫁のれんとかもね、石川だったりしますからね。はい、ということでバスが来たんで、よいしょ、準備しましょうか。なんか見た感じあれですね、近鉄バスみたいな感じの見た目してますね。近鉄高速バスね。
3列独立シートで、今回は真ん中の B 席取りました。てかもう窓側で取ることできませんでした。今日は北日本観光の運行になりますね。共同運行便なんで、曜日によって運行会社は異なります。はい、というわけで車内入りました。今回利用するバスがこちらですね。1プラス1プラス1の3列独立シートになっています。今回は6列目の B 席ということで、トイレのすぐ後ろのシートになります。で、前ね、5列目に関しては B 席がない関係で前の座席ないんですよね。ここ結構当たりだと思いますよ。今回 6B です。A 席と B 席の間と B 席と C 席の間にはプライベートカーテンというのもあるので、プライバシーというのも守られます。でスリッパもらうことができました。あとは入り口のところにおしぼりとかも置いてありますし、全席にコンセントがついていて、車内では、ね、フリー Wi-Fi 利用することも可能です。インアームタイプのテーブルも、ね、ついてました。まあ、夜行バスの設備としてはもう十分ですね。はい、出発いたします。皆様シートベルト着用の方よろしくお願いいたします。東京行きでございます。経路および到着時刻は富山駅北口停留所を発車後ご案内させていただきます。次は高岡高速バスターミナルに停車いたします。 Thank you for waiting。こちらね、リクライニングフルで倒している状態なんですけども、想像以上にね倒すことができます。だいたい120度ぐらい倒れるんじゃないかな。フルフラットってわけにはいかないんですけども、これフルで倒されるとね、後ろの糸結構圧迫されると思います。今回たまたま後ろいなかったんでね、全開で倒していましたけども。金沢駅を出発して高岡バスターミナルを経由で、その後富山駅の北口に向かいます。金沢出発して1時間と15分ほどが経過。こちら富山駅で最後の乗車扱いです。今回ね、高岡バスターミナルからの乗車っていうのはありませんでした。それでは出発します。皆さんにはシートベルトの着用をお願いします。それでは改めまして、こんばんは。今回北日本観光バス来ましてご乗車ありがとうございます。この先高速乗りまして、最初のサービスエリアアディスを見て皆様と共に休憩しまして進めてまいります。その後2回ほど停車しますけども、これは乗務員の交代のため、お客様は外へ出ることができませんのでご了承ください。また狭い車内ですけれども、ごゆっくりお過ごしください。また何かありましたら前の方まで乗務員までよろしくお願いします。大変お待たせいたしました。本日は数ある高速バスの中から北日本観光バス東北急行バス共同運行便木増し号にご乗車いただきましてありがとうございます。木増し号東京行きでございます。運行経路についてご案内させていただきます。これより北陸自動車道、上信越自動車道、関越自動車道を経由し、東京駅八重洲通り、上野駅前、浅草駅前、終点東北急行バス東京営業所に停車いたします。なお、高速道路上パーキングエリアでの休憩箇所につきましては乗務員よりご案内させていただきます。お乗り遅れのございませんようご注意ください。なお、途中の交通状況その他の理由により予定している休憩箇所を変更させていただく場合がございます。また
経路及び到着時刻は運行状況により変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。金沢を出発して大体2時間ぐらいです。富山県の有総海サービスエリアに到着しました。有言実行の有に磯に海で有総海サービスエリアだそうです。はい、北陸道のサービスエリアということで、すごいトラックがずらっと並んでます。さすが日本海縦貫線ですよね。大阪から北海道方面目指すときは太平洋沿いに沿っていくのではなくて日本海沿いに行った方が早いので、もうおそらくこれね、大阪とかから東北、北海道方面に向かうトラックたちばっかりだと思います。ここで10分間休憩ということで、開放休憩1回しかないんですよね。この休憩が終わるとまたずっと車内で過ごすということで、この後も2回ぐらい泊まるみたいなんですけども、それは乗務員さんの交代の休憩みたいな感じで、今回乗務員さん2名ね、乗務されています。3列シートめちゃくちゃ快適、今回後ろもいないんでね、座席全開で倒せるし、やっぱ夜行バス面白いですよね。はい、個人的にかなり好きな乗り物です。このサービスエリアですけども、猿出没注意の看板が出てます。猿が出没しています。噛まれたり引っかかれたりしないよう近づかないでくださいってね。餌も与えるなということで、サービスエリアなんで、この夜の遅い時間帯でもコンビニとかは営業しています。ローソンがありますね。結構珍しくないですか、高速の SA でローソンでね。だいたいセブンかファミマのような気がするんですけども、信玄餅クレープとか売ってるので、ここから先上信越道で関越道かを通って首都圏を目指すということで、海と山、日中時間帯とかだったらね、ここで食事をね取ったりすることもできると思うんですけども、この時間帯に関しては営業終了しています。ローソンぐらいですかね、やってるのね。こんな感じです。有総海サービスエリアですね。せっかくなんでお茶とちょっとおにぎりだけ買いました。もうサクッと外で食べてね、車内戻ります。やっぱね、もう9月も下旬ということで、北陸地方とかになるとね、夜は涼しいですね。まだ大阪とかはね、結構ジメッとしてて暑いんですけども、戻りたくねえな。北陸いいよね、やっぱ。そんなことも言いつつ、もう12時ですからね、あとだいたい7時間弱で東京到着なんで、もうおそらくここ出発すると車内の照明も消えると思うんで、サクッと車内戻ったらね、寝ようかなというふうに思っています。もう車内戻るとですね、さすがに日付も変わってる時間帯ですから、寝てる方もそれなりにいらっしゃいました。もう僕もね、このまま寝ようと思います。ここまではね、ずっと電気ついたまま走っていたんですが、こちらのね、サービスエリア出発と同時に車内の照明というのが落ちます。明日の朝、浅草駅には6時45分に到着予定。6時間ぐらいはね、寝ることできますから十分ですよね。トイレのところの照明っていうのはね、ずっとついています。Please take care not to forget any belongings when you exit the bus. If your luggage has been placed in the trunk compartment, please make sure to pick up the correct luggage. Please return your seat backs to their original position before exiting the bus. Thank you for taking the Kimashi bus.
東京駅を出発、東京駅でほとんどの方が下車されました。今回は浅草まで利用するということで、まだもうしばらくね、車内でのんびりできます。上野駅を経由して浅草に向かいます。まあ、上野と浅草っていうのは目と鼻の先の距離ですけども、まあ、今回この真ん中のね席使ってるんですけども、見てもらったら分かる通りね、通路がある関係でね、 A と B と B と C の間には結構開放感あってね、広々してて良かったですよ。ここ間もなく浅草駅前に到着いたします。お降りのお客様はお忘れ物ございませんようお支度ください。 We will soon be arriving at Asakusa Station. Please take care not to forget any belongings when you exit the bus. はい、ということでバスは間もなく今回の目的地浅草に到着です。はい、というわけで6時30分ですね、定刻よりも15分早くバスは浅草駅に到着しました。東京駅、上野駅、浅草駅と到着して、もう次はね、終点の車庫、東雲の車庫になります。もう多分全員降りたと思います。はい、もう一番多く降りたのが東京駅で、その次が上野で、その次が浅草といったような感じでした。はい、ということで、まあ、15分で、ね、装着したわけなんですけども、まあ、今回は、ここどこかな、駅店のすぐ横ですかね、あのカーブあれですよね、東武鉄道の浅草駅を出たところのすぐのカーブだと思うので、こちらがね、浅草駅だと思います。はい、まあ、あの15分ね、装着したわけですけども、もうあっという間、まあ、今回車内でね、まあ、あのサービスエリア出て直後に爆睡していたので、で6時に放送とともに車内の照明がついて、もうすぐに東京駅に到着といったような感じでした。まあ、やっぱね、3列シート結構快適ですよね。で、まあ、動画内でも言ったと思いますけども、真ん中の席結構良かった。うん、窓側だとね、窓とカーテンに挟まれるんですけども、おちょうどリバティと絡みますね。そう、真ん中の席はね、カーテンとカーテンに挟まれるんですけども、まあ、通路がある関係でね、でも結構横幅も広くて、非常に開放感あってね、いい席なんだなというふうに改めて思いましたね。まあ、今後、まあ、空いてるというか、真ん中席とかっていうのもね、積極的に使っていきたいですね。まあ、夜行バスどっちみちカーテン閉まってるんで外見れないんでね、はい、そんな風に思ったところです。はい、ということで今回ね、キマシゴを使いまして金沢から東京駅まで来ましたけども、まあ、初めてね、高速バス使って北陸から関東まで移動しました。非常に良かったですよ。うん、あっという間に感じましたしね、 JR バスとかってこの路線確かなかったと思うんですよ。首都圏、あるか、西日本 JR バスが確か石川県と首都圏の間で高速バス走らせてたと思うんですけども、石川富山のね、また今後はね、そういったバスの方もね、使っていきたいなというふうに思います。はい、はい、てなわけでですね、今回はキマシゴの紹介でした。あの非常に5500円というね、まあ、かなりお安い料金で移動できて、快適に寝ることもできてね、良かったんじゃないかなというふうに思います。装着もしてくれたしね、今回この辺で終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。